ホームベースを次は作ります。バッターボックス、バッターボックス、はい、ホームランを打ってもうゆっくりダイヤモンドを一周する、その感覚を子供たちに味わってほしい。そのためには球場を作りたい。斉藤佑樹、野球場を作ります。自動運転でバーってできるらしいんですけど、とりあえず今はマウンドの方をちょっと耕します。はい、すごいね、すごいっすね。しかもあのトラクターエアコン効いて涼しかったっす。一番わかります。はい。よしよしよし。こんな感じか。ちょっと待て。ちょっと。何よそれ。めちゃくちゃ簡単そうじゃないそれ。何なんそれ。草刈り機ですか。これ草刈り機。ちょっとめちゃくちゃ楽にしてるじゃん。すごい。ほら。バリカンみたいですね。面白い。もうある程度ここまで土を、まあ、あの土も剥がしたし、草もだいぶ枯れたんで、ここに、まあ、マウンドのような土を入れて整えていくって感じですね。この土はマウンドの土は違う土ですか。違う土です。どういうふうに違うんですか。こっちの方が少し砂が多く入ってるんです。砂が多いですか、はい、どういう理由なんですか。スライディングとかするときに、あ、ここに負担かかんないようにとか。そこまで考えてるんですね。そうか、ピッチャーの方は硬くていいけど、硬くていいじゃないですか、掘れなくてもいいけど、こっちはちょっと逆に、まあ、掘れるぐらいの、はい、まあ、柔らかい方が気がしにくいっていう、まあ、愛情がこもった土ってことですね。筋トレしてるけど、それ以上に今日だけで背筋と腕の筋肉を使ってる気がする。今ちょっと右のこの三頭筋後部からこう三角筋にかけて、マニアマニア、ちょっとなんか結構きましたもんね。今日プロテイン飲まないと。いいんじゃない、ボール当てて調整って感じですよね。いけてますか。大丈夫ですか。嬉しいですよ。特技球場作り書いていい。よく特技って迷うんですよね。小さい頃はなんか速い球投げることみたいな書いてましたけど、特技球場作りって最高です。いい感じです。じゃあ ここも完成。完成です。完成でございます。ありがとうございます。いやもう本当にね、大変な作業だったんですけど。
だけあるだけでも野球場っぽいじゃないですか、もはや。で外野ももうだいぶあの草もなくなりましたし、あとはこう本当に、ね、あの線をラインを引いてホームベースつけて、あとプレートもつけて、これで野球ができるっていう状況ですね。ありがとうございます。おはようございます。つなぎじゃないですか。そうなんですよ。赤いつなぎ。ちょっと昨日ね、反省して、やっぱりこっちの方動きやすいなと思って、はい、ちょっとつなぎきました。ああ、ここ作業着だ。あ、作業着ね。あ、これサロペットタイプなんですね。え、サロペットタイプが良くないですか。さすがにリーダーはやっぱ赤じゃないですか。その戦隊もの的なやつですね。戦隊もの的なやつで言うと確かにリーダーは赤ですよね。でもすいません、ちょっとそんな勇気ないんで。お、いいじゃないですか。え、よくないっすか。いやいや、かっこいいけど、小さい頃の夢があって救急救命士になることが一つあったんです。じゃあこれはこれで行ってきますか、ね、サイズ的にはちょうどいい。もう誰が見てもあ、斉藤さんそこにいるって。そんな見失うことないでしょ。今回はまた藤村さん、今日もありがとうございます。お願いします。あの昨日雨降ったじゃないですか、はい、ねー、結構降りました。そう、雨降った状態でどうなってるのか。あ、でもこの辺りもうびしょびしょっすね。あ、本当だ、これだいぶいってますね。あ、でも昨日土入れた場所はもう復活してる。さすが、もう僕が作ったマウンド、もう最高じゃんこれ。え、水はけ完璧っすよこれも。もちろん水はね含んではいるけど、全然大丈夫だよ。固まってますね。本当っすね。わあ、よかった。その瞬間後がつかない。嬉しい。今日なんか僕にできることってありますか。今日あのこの間のところが、うん、ちょっと苔とか雨で浮かっちゃってるんで、この土を一回。表面に新しい土を入れてまたちょっと締めるっていう作業。うわ、大変だこれ。